どうも内山美恵です。車内が暑い。気温が高いっていうわけじゃないんですけど、車の中の日差しがすごくて、結果温度が上がって車内灼熱みたいな状況に最近なってきてますね。今回はその、原因となるこの日差しとかを対策するようなグッズがたくさんあったので、とりあえずいっぱい買ってきました。それをね、今日設置していこうと思います。はい、今回買ってきたアイテムはこんな感じです。ちょっと持ちきれないので順番に行ってみましょう。シートみたいなものとそれぞれあるので一個ずつ見ていこうと思います。一番最初に店頭にも一番数が出てるのかな、思いついたものといえばサンシェードなんですけど、今持っているサンシェード問題がありまして、これ使うの1年使ったんですね。ワンシーズン、いやワンシーズンも使ってないのか、まあそんぐらいなんですけど、なんかもう吸盤が弱くなっていて、夏も冬も車内にずっと入れてたんですよ。そしたらこの吸盤が劣化してしまって、はい、穴開きタイプのシェード用吸盤、蛇腹タイプのもので、他にはこう違うタイプの差し込むタイプの吸盤も売ってたので、これを取り替えて、使っていこうと思います。今使ってるのと違って、このへこみの部分がいいですね。弱くなって、メーカーによるのかな、弱くなってきたからかな、今ついてるやつ、こういうなんかへたれてるような感じになってるんで、ちょっと変えていきます。あ、やっぱ全然違う。うん、弾力が違うもん。これ値段が確か200円ぐらいだったので、いちいちね全体変えてしまうと、もう1000円2000円飛んでしまうんですけど、これだったらね、もう見て、これいきますよ、せーの、素晴らしい。あー素晴らしい。あー、じゃあ行こう。1個目の暑さ対策、日差し対策はこちらでした。2つ目はこちら、視界を妨げないスモークサンバイザー。私はトールワゴンミニバン向け、ちっちゃい車用のは、これが1200円ぐらいだったんですけど、ちっちゃい車向けのは1000円ぐらいで、200円ぐらい安くこれよりも売ってました。中身は、使い方は今あるこのサンシェードじゃねえよ、なんだっけ、今あるサンバイザーのところに簡単につけれるって書いてあったので、本当に簡単につけれるのっていうことでやっていこうと思います。あ、思ったより黒い。パッケージにはグレーなのかなって思ったんですけど、中開けてみたら真っ黒な感じです。ここに挟むのかな。うわ、びっくりした、壊したかと思った。カチッと止まるんですね。ここで角度が調整できるっていうことですね。あと他入ってないな。うん、入ってない。よし、つけていこう。はい、純正サンバイザーにクリップをはめ込んでください。向きはこういう風に降りていくんだよね、多分。違うか、こうか、ここにつけてこういう風に降りてくるのか。ちょっと割らないように気をつけて。結果力ずくでいっていいのかしら、これ。サンバイザーって外せたっけ。うわ外せた。はい、皆さん外すのがおすすめです。よし、できた、できた。そしてで、このベルトを、ベルトをどうすんの、ちょっと待って、読むから待って。ベルトを、こっから来たベルトをここの穴に通すそうです。で、通して締め付ける。はい、締め付けました。くっつけて、あ、これシート剥がさなきゃ。ペラ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 、はい、気持ちいい。 お好みの角度に合わせて、これで日よけになるんだ。
で使わない時はさっきびっくりしたんですけど、この垂れ下がり防止ロック、そのロックがかかるまでしっかりと、はい、この音ですね、畳めば落ちてこないっていう、邪魔にならないし、日差し、あ強い、あちっち、あいやいややばいって時にこうやってね発動みたいな、これ邪魔じゃないのがいいのね、こうやって、おお、あこれが気持ちいい、うん、こうカチッと止まってくれる感じね。2個目はこちらでした。はい、3つ目はこちらです。ルームミラーと天井の間から差す眩しい日差しをカットしてくれる、こんな感じの、見たことあるな、シートです。こんな感じなんで開けてみます。ルームミラーの、ま、ある真ん中辺に貼っていくそうだ。これで眩しい日差しをカットしてくれるなら邪魔にならないし、車検も通るし、いいね。あ、見えた見えた。ちょっとあの、この細かいの恐怖症の人はちょっと気をつけて。こういう感じでドット柄が入ってます。じゃあ太い方を上にして貼ってみよう。空ぶかんとダメね。え、待って、このさ真ん中のやつどうする？カットしないとダメだ。これこれなんだろう。あ、ルームミラーの真ん中のやつがあるから、ここを切り取って調整しなきゃいけないのか。切り取って調整しなきゃいけないから、表側に回ってこのマジックテープで切る部分をかたどってこようと思います。はい、かたどってきました。この絵に対する信頼感はない。まあいいや、切っていこう。え、まあいいや、自分を信じて切っていこう。いや信じれないよこの絵は。絶対太いもんこれ。はい、できました。ちょっと待って、最大のミスを犯した私は。あのですね、内側ミスるんならいいよ書くの、ちょっと外側ミスってるからね。いやすごいな、なんかとりあえずすごいと思う、自分でもびっくりする。さあつけてゆく、成功してちょ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 のちょ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 、まあいいんだこれ。え、あ、結果なんかそれっぽいわ。なんかあれだ、ちょっとここに隠れキャラが潜んでた。来た来た、あ来てない。この動画で初めて見た人はこの私のこのスキルにびっくりするんだろうな。できた、よし、できたできた、できました、完成。これでサンバイザーこう閉めるじゃないですか。でこっち側もサンバイザー閉めると、といい感じに日差しがね避けれるという。ちなみに私の工作スキルはまあこんなもんですね。はい、ラストは UV カットができる透明なシートを買ってきました。詳細はこちらに書いてあります。こんな感じでね、やっていきましょう。そう、運転してると日焼け止めはね手に塗るようにはしてるんですけど、うん、なんだこれは、私が今傷つけたのか。そんなことないか、よかった、綺麗なやつに変えてもらいました、傷何もない。よかった。ここですね、こうですね、 OK、 これでん、はい逆、はいこうですね。どうだ、ちゃんと貼れるかな。
いやめっちゃ空気入りそう私。うわやばい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 。ずれたな。ちょっとスタートがずれたなこれ。ちょっとあもう無理や無理や無理や。どうしようどうしようどうしよう。やめて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 。もう分かった横に張ろう。あこれがいいや。あこれ正解。いやでも縦がいいなやっぱり。できました。うんいい感じ。色ついてないから見た目も分かんなくて、分かんないのに日差しで UV カットができるってめっちゃいいですね。はいというわけで今回は気温は過ごしやすい、若干これから暑くなる時に車内の日差しがすごくて灼熱環境になるので、その紫外線対策グッズを買ってみました。この動画が少しでも良かった方はグッドボタンと、まだの方チャンネル登録お待ちしております。ツイッター、インスタグラムいますので内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。再生リストにまだまだたくさん動画ありますので次の動画も見てください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。なんかこの日差しのね、この黒いやつがあるだけでね、ちょっと本当にね、なんか暑いのがマシになった感じがする。